少林少女は2008年4月26日に公開された日本映画。監督は踊る大捜査線シリーズで知られる本校かつ主演は単独主演が着信あり以来4年ぶりとなる柴崎港。少林サッカーで脚本、監督、主演を務めたチャウシンチーがエグゼクティブプロデューサーとしてクレジットされている。本広氏と制作者の意向により、 撮影手法や合成方法などは極秘とされており、広報やブログなどでもあまり具体的な制作過程は公開されていない。山崎、おつくろ、ガムウラ出演女優の多くが特撮番組経験者であるほか、当時はブレーク直前だった三島ひかりもラクロス部員として出演している。キャッチコピーは彼女に日本は狭すぎる。中国、 少林県武術学校で三千日の修行を終えた林は日本へ帰路に着く。しかしそこで見たのは廃墟となった道場だった。必死にあるものを探しながら訪ねた中華料理店で師匠の祝いに出会う。彼の元にいた民民に誘われ国際保守官大学女子ラクロス部に入る。そこで驚異的な身体能力を見せる林。現れたのは田村、そして 祝いだった。道場のこと、ラクロス部のコーチになった理由のわからないまま、インは初試合に臨む。しかし、彼女は、ある理由からスタメンに入れず、チームの一員、浅見の怪我で後半から入るも、個人プレーをしてしまう。バラバラになる、ラクロス部。その数日後、インは、少年サッカーの輪に入る。チームワークという言葉を理解していくとき、 バラバラになったチームに一体感が戻っていく。道場もチームも再建できそうになった時、車の窓越しにすれ違っていた大場との因縁が訪れる。道場を自ら波紋にした祝いの心を理解したンは大切な仲間を守るために最後の戦いへと大学に向かう。女子ラクロス部員が通う国際生活大学。劇中では、 CG 処理で建造物が描き加えられている。特にスポーツに力を入れているが、一方で校内にはカメラやセンサーが至るところに設置され、学生を常に監視している。民ミ民ンミンのアルバイト先、ラクロス部の溜まり場となっている。ティントラムは少林サッカーの鎧の肌と空渡りをほぼ踏襲したキャラクター。 修行を終えたリンを送り出すが、彼女が秘めた力を制御できるか懸念する。静岡県伊豆の国市を中心に、静岡市、藤枝市、島田市、牧野原市、八重洲市、伊豆市、三島市、長井泉町など、静岡県内各地。大学校内は、静岡県立大学、静岡産業大学が撮影に協力している。 ラクロスの試合風景は、藤枝総合運動公園内のサッカー場及び、陸上競技場で撮影された。練習風景の中で出てくる時は、長泉町、沼津市の境を流れる木瀬川、あゆつぼの滝である。映画評論家の八木下滝一郎は、自身のブログにて、本作について、ブルースリーを舐めるな、カンフーだけでなく、ラクロスにも失礼、話の意味がわからない。 これほど、誰にも勧められない映画も珍しいと述べ、国評した。また、雑誌、映画秘宝でヤギシカと江戸木クらが連載していた、コーナー、日本映画縛り首でも、同様の批判がなされた。2009年1月発売の雑誌、映画秘宝上で行われた、映画評論家、ライター、監督などが投票によって、ワースト映画を選ぶ、2008年に映画とほほ大賞10。 では76点を獲得し、2位の20世紀少年とダブルスコアに近い差をつけてワースト1位となった。また、読者が選ぶトホホ大賞10でも1位となった。さらに、日本映画縛り首の企画である第2回秘宝は、臭い映画賞では万人が起こった映画少林少女で泣く人は1億人の中に1人もいないと評され、最低作品賞を受賞した。 他に、最低監督賞に、本校勝幸、最低主演女優賞に、柴崎光がノミネートされていた。雑誌、映画芸術の2008年日本映画ワースト展では、送りビットについで2位だった。スポーツ報知による、第5回ヘビー1号賞では、作品部門の選票時に、本作の名前が上がり、アクション映画であるにもかかわらず柴崎光のアップ、ばかりで、 プロモーションビデオのようだったと評された。ライムスター、ウッタマルのウィークエンドシャッフル内のコーナー、ザ・シネマハスラーで2008年に扱った映画のランキングでは、カンフー君をしのいで、最下位の38位となった。2009年4月25日にフジテレビ系列で、地上波発放送。視聴率は15.9%だった。ありがとうございます。